はい、こちらは、キャッチャーミットですけど、ジュニア少年用の軟式のキャッチャーミットですね。少年用のキャッチャーミットっていうのはものすごく選ぶのが難しいですね。まあ1試合、まあ何時間だろう、まあ1時間2時間弱ぐらいずっとこう構えているとなると、やっぱ重さ結構重要なんですよね。だから、この1万900円っていう、定価、このぐらいの価格帯のミットの方が子供にとっては使いやすいですね。今少年用でも2万以上する定価のキャッチャーミットとかあるんですけど、それは本当に良すぎちゃって、その分重たくなるんで、子供にとっては非常に扱いづらいミットになりますね。その中でこのローリングスのキャッチャーミット、非常に作りもよくできてます。一番使いやすいミットだと思いますね、少年ジュニア用のキャッチャーミットの中では。キャッチャーミットお探しの お客様、ぜひどうぞ。色もたくさんあります。色もあります。